ちきゃいんだ。急げ、無駄に戦いたくねえ。分かってるよ。なんなんだこいつは。さらっそりゃうりやっはっはよっこれでこれついはいさらっはい。イグネス、あれ大丈夫か。うまくいったな。走んなよ。さっさと片付けようぜ。売りゃ小銭が稼げるな。
人で進むの。
先に行き過ぎだ。ボスはまだ先か。待ってるか。簡単に言うんじゃねえよ。言ってねえし。一人で旅してんのか。ここなんか匂う。イグニス、滑んないようにね。おい、ちょっと待て。こいつらあれあれこの下か。ウリ、イグニス、足元。ハッ、ウリ。ああ。セッ。よっ。や。ヘッ。セッ。あれ。ヘッ。飛ばすよ。あれ。しまった。ヘッ。よっ。キャッ。で。何これ。卵か。この後ろに何かありそうだけど。何が出てきた。やべえやつ。くそ、あれを止めねえと。されそうだな。うわ、子供子供。はい、
気遣えって試させてくれ。掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。全部どかすんなら燃やしちゃうのが早そうだな。おお、扉だ。
こんなとこに墓作んなよな。待ってくれ。お、どうした？もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが面倒見らんねえって話じゃねえよ。なら決めるのはイグニスだろ。つって精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないならその時は自分で諦める。どうなんだ王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。分かったよ。だが危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。さて、また列車の旅だな。次はテネブライか。さて、また列車の旅だな。次はテネブライか。テネブライか。ルナフレーナ様の故郷だね。準備はいいか、ノクト。テネブライか。ルナフレーナ様の故郷だね。もうご乗車になりますか？ああ、頼む。それでは中でお待ちください。まもなく発車いたします。何かあったら言えよ。だね、隠すのはなし。ああ、出発だ。なしだとよ。分かってるさ。こけんなよ。立ち止まれねえって？死なれたら困る。直球だな。